はい、ということで始まりましたシャイニングフォースイクサー実況プレイパート107やってまいりましょう。だいぶねレベル上げの時間もらったわけなんですが、今現在176レベルねなりまして、トーマくんこれアホみたいな格好になってますけど、これ何でしたっけね、あ、そうそう、不死鳥シリーズという防具で、見た目はねこういうアホ臭いんですけど性能が割と良くてですね、防御力高かったりしたので、衣装チェンジして今回やっていきます。で武器もねケイオスからマスターシールドに変えまして、あ武器じゃねえ、盾ですね、盾がマスターシールドに変えまして、武器はまあカオスブレイカーのままでちょっとやっていきたいなと思います。でそのレベル上げの道中で奇跡的にこの49階から50階にねたどり着くことができましたね。訓練場最下層ということなので、この50階で訓練場最後みたいですね。でまあそうですね、節目ということでおそらくボスが出てくると思いますので、ちょっと戦ってみたいなと思います。では5回超、はい来い、おん、ドラゴン、ドラゴンですよね、ただの。おっとお前か、あーってやべ、石化ドラゴンですねこれ。こいつの攻撃は一発食らったらおしまいですので、ちょっとやばいですね。おっとなんだ、あれかもしかして複数でその石化ドラゴンがいるとかっていう、そのやばい感じ、うーわマジか。いや、やっぱり最後はちょっと厳しそうですよ、これ。まあ何回か僕、石化ドラゴンに、ね、殺害されてるわけなんですけども。あ、この石化ブレス中はね、だいぶ隙が残るので。あ、でもそんなに異常に減らないわけではないので、時間かければいけそうかな、これは。とりあえず仲間よみがえらしてね。まあやっぱり対処としてはこれはあれですね。ブレスを誘って、そのブレス中に攻撃が一番安全なんですけど。あ、チャンス。打ち込めるときに打ち込んでこう、よし、多分あえどこだ、1匹じゃなかったよね、さっきいっぱいいたよね、あいた、うわーやばい、何3匹やばいな、ちょっと3匹は分が悪いので、まずチャージ攻撃の用意して、でブレス入ってきたら攻撃でいきましょうか。うわーこれ厳しいな、うわー同じとこにいられるとこれはまずい。おチャンス、これはちょっと時間かけてやるしかないね。あ、味方やられた。で、一発でやられちゃうんで、回復剤はまあ仲間よみがえらせるようですね、完全。よし。ほらほらほら。あ、やばい。あ、当たっちゃった。うわ、マジか。ちょっともう一回やろう。これはいけない戦いじゃないはずだ。ロード。はい、ということで再チャレンジです。これはあれですね、時間かけて確実にやった方がいいみたいですね。勝てない戦いじゃないぞ。時間はかかるけど。ですので、なんとか賢くね、振る舞っていきましょう。振る舞って、立ち回り賢くやっていこう。頭使ってね。で、ブレス中であるとか仲間が押されてる時に攻撃を仕掛ける。これでいこう。まずは、スペシャル攻撃の準備。で、味方を蘇らせる。はい、かも。あとは、まあ、隙あらば攻撃ですね。チャンス！ブレス中はだいぶ隙残るので、1回分スペシャル攻撃全弾当てれますね。全弾って言わないか。すべてこう当てることができると。わーやべ、あー逃げた先に嫌がった。これ1匹じゃないのが大変ですね。何匹いんだ、 4,5 匹いんのかな。まあその石化ドラゴン1匹倒すごとに楽にはなっていくと思うんですけどね。ちょっともう一回やってみますね。カット。何が面白いって、これあれですよね、勝てなくもない、もしかしたら勝てるかもしれないっていう、ちょうどいい難易度だから面白いんですよね。やっぱりゲームはこうじゃないとね、絶対勝てないとか異常にバランス悪いのはちょっとね、僕はあまり好きじゃないので、まずはこのザコイドラゴンでもね、片付けよう。こいつは煩わしすぎるんでね。あ、もうやったかな、全部。やったら、あとはまあ、できるだけ1体ずつね、相手にしていく。あ、通常攻撃だと全然変ないな。スペシャル攻撃じゃないとダメだ、やっぱり。あ、やべ、いる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 。やべ、みんな逃げて。危ない、そこは。2体はやばい。あ、これもしかしてあれかな、ターンしていけばやられない。あ、チャンス、余計なことしない方がいいか。あーダメだ、やっぱり安全な時に攻撃しないとダメですね。あんまり焦っちゃうと逆にこう不利になってしまう。よし、もう一回さてやっていきますか。そうだな、なんとかやつら混ぜ合わせないようにするであれば、最初のこいつら倒す段階であんまり動き回るのは得策じゃないようですね。おー、やべ、いるいるいる。どうする、ここらで戦うか、一回。ブレス開け、ブレス。
チャンス。当てる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 。あ、やばい。あぶねえ。ちょっと待って、スペシャルコインキーの準備よって、やばい、近づいてきた。あ、チャンス。逃げろ逃げろ。このね、回転を利用して逃げるという。あー、なんで今して言っちゃった。やっぱりブレス中しかこれ行かない方がいいみたいですね。もう一回。それともあれかな、もう弱いやつらスルーして普通にこの石化だけに絞って攻撃してた方がいいんですかね。いやでもそれ危ないか。やっぱり邪魔は排除した方がいいですよね。これは厳しい戦いだな。勝てなくはないんだけどね。勝てそうでもないけどね。うまくことが運べばいけそうって感じですかね。ブレス開け、ブレス。わ、こっちにもいるし。はいはいはい。何回ぐらい当てればいいんだろう、スペシャル攻撃。5、6回は当てないとダメですよね。逆に考えれば、5、6回当てれば倒せる。あ、やべ、いっぱいいる。ちょっとやばいな。お、レッドドラゴン。お、ブルーもいる。あ、なんか、割とまだザコ残ってる。こんなもんか。どこにいる？手前にいられると怖いんだよな。視界に入ってないとやっぱり怖いですね。お、いた。で、ファークリンがやられ、あー、で、アバロンさんもやられちゃったんで、これはちょっと中身をやられらして。よし、もう一回最初の位置。ブレス吐きなさいよ。吐いたー。チャンス。やべやべ、逃げ逃げ逃げろ、アバロン。お、いいぞ、いいぞ、この流れいいぞ。なんとか1、あー、来やがった、もう一匹。来るとやばいんだよな。一応攻撃当てときますけど。逃げ逃げ。あー、うわ、いっぱいいんだけど。4匹かな。多分4匹いると思います。ちょっとスペシャルコインキー用意しよう。どこ行った？あ、来た。誘い込めねえからな、とか奥まで。あー、もう一匹もついてきてるね。ダメだ、危険だな。あー、でもブレスしてるんだよな。どうしよう、これ。あー、逃げ場ないじゃない、そっち。もう一回ですね。あいつ一匹だけなら大した怖くないっつってもね、何匹もいるとなるとちょっと怖いね。まあ、だから難しいんでしょうね。なんとかうまいことやっていかないとね。あ、ファークリンやられちゃうな、これ。で、まあ、石化ブレス自体はそんなに怖くないので、だからあいつが石化ブレス出してる時はもうやりたい放題なんですよね、こっちからしたら。で、それでなんとかそういう流れで迷っていくと。あ、あいつもうちょい倒せそうだな。倒せそうだけど、2体いるからちょっと怖いな。まあでも倒せそうなやつから倒さないと戦力減らないからね、相手のね。だからちょっとそこを意識して、やっていくと。よしよしよし、1匹撃破。あと3かな。で、こいつも1匹なんで今倒しちゃう。あー、怖い怖い怖い。え、嘘当たんのかよ。いや、範囲無駄に広いな。ちょっともう一回ですよ。なんかずっとやってればいずれ勝てそうな気がするんですけどね。いつになるか分かったもんじゃないですよ。根気ゲーだな。で、やっぱり2体集まっちゃうのか、どうやっても。やればなんとか1体目を早めに倒すしかないの、これ。チャンス。ブレスを吐いてしまったらもうこっちのもんですね。あ、やべ。で、スペシャルコインキーの準備してと。あ、チャンス。もう1匹どこ行った？見当たんない。このちょっと近寄ってくるのが怖いな。あー、危ねー。もうちょい倒せる。でもいやー、こいつだけでも倒しておきたい。いけ、よし。さあ、次も難なく倒せたらこれはでかいですよ。え、嘘、当たった当たった当たっちゃったか。いや、一匹しか倒せねえな、畜生。もう一回だ。よし、モチベが続く限り戦ってやるぜ。まずは、邪魔者をね、処理していきましょう。はい、痛い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 。ブレス吐け、ブレス。吐いた。この時に周りのやつもね、同時に倒せれば一番いいですね。ベストですね。お、吐いた吐いた吐いた。あ、やべやべやべ。逃げ場ない。いや、ちょっと怖いな、これ。逃げ場ないのは怖い。で、スペシャルコインキー準備しようと。はい。どうしよう、これ、パークリン蘇らせるべきか。それとも、慎重に行くべきか。ブレス吐け。よし、チャンス。あぶねえ。そうですね、今僕に近寄ってきてるやつが一番倒しやすいというか倒せそうですね。であればなんとかこいつを倒すとこからって、まず仲間を蘇らして。あ、やばい、合流しちゃった。
3体はやばいな。あー通れないよ。運ねえな畜生。3つ集まったら無理だわ。もう回よしよしよし、やっていこう。ちょいちょいレベルアップするのはこれどう、こいつは経験値いいのかな。まあ最後だしね。あー怖い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 。あブレス入ったチャンス。これブレスのスキー長いからまだいいけどさ、これで短かったらほんと地獄だな。よし、あいつはもうちょい倒せそう。次のブレスでいけないかな。うん、もう2、3回ないときついた。あーもう1匹来やがったな、ね、厳しい。次でいけそうだな。でもいった、よし。で仲間よみがえらせます。ブレスかー。あーっと危ねえ。あーやばい。あー2人来てるな。2人というか2匹やばいですね。あはははうわー最悪だ。いやー戦ってる間に来られんのやだな。センターからやんの変えた方がいいかな。端っこにいるやつから帰ってったし、端っこにいるやつからやってた方が良さげなんだろうか。これはね、ちょっとやり方変えてみよう。はい、でいきなりこれ真ん中にいるとちょっとやばいので、スペシャル攻撃だけ準備してこっちからやつらを探しに行こう。あ一匹目ここにいるのか。でブレス出してきたんで攻撃してと。で逃げんの失敗しちゃった。もう一回ですね。だからまあ流れとしてはこの雑魚をねある程度倒したらもう自分からね下降りて、あの石化ドラゴンと戦いに行くというそういう流れでやってみようかって。お前いんのかい。もう一回。さあということで蹴散らしまして、おあーなんで今出しちゃった。いやボンミスだな。よし行くぜ。ある程度倒したらもう下に行って、はい行きましたね。あー全然当たってない。ブレスかも来た。よし、いやあんまり近すぎるとやばいと。ブレスかブレスか、パンチしかしてこねえ。あ、来た来た来た。よし。減る減る。やっぱりこれのやり方がいいみたいですね。スペシャル攻撃準備してと。お、プレス来た。やばいやばいやばい、逃げる逃げる。一瞬でね、あブレスだって分かるようになればいいんですけど、まだ未だにね、モーションがよく分かってないので、ちょっとチキンになっちゃいますけど、これ致し方ないですね。なんか一人狙いされてない？アバロンさんか誰か分かんないけど。来た。ちょっと距離を置くのがポイントなんかな。距離近ければ多分パンチしてくるので、ちょっと距離を置いてこうブレスを誘うというね。そっかそっか、分かってきたぞ。あ近いな。もう一回ブレスしてくれればいけると思われ。来た。逆に仲間いない方がいいのかな。ブレス誘いやすいもんね、そっちの方がね。なんかそんな気がしてきたな。ちょっと一人でやってみっか。どうせ仲間たちのダメージそんなにね、あのでかくないと思うんで、言ってもトーマくんがねメインだと思うんで。あ来た来た来た。問題はこいつの近くに、あーうわーもったいねえ、余計なことしちゃった。うん、あえてこう仲間をよみがえらせないでやってみようか。である程度倒したら、下にね自分から行くと。そうですね、やっぱり4匹っぽいですね、この石化ドラゴン あの引き数数っていうのは。あーいるじゃないか。よしよしよし、ちょっとここで一旦逃げて。あこいつか、こいつ多分、あそうですね、まずはじゃあこいつを倒そう。アブノさんやられてもあの嫁がいらせません、うん、自分だけの方がブレスさせやすいんだ。カモン、よし、パターンゲーだなこれ。あとは集中力ですね。僕はボンミスが多いんで。これを繰り返して、まあ、ちょっとずつね減らしていく、まあ、一旦ダメージ的なね。うん、分かった分かった。離れればやっぱりブレスしてくるので、ちょっとそれを利用して倒す感じですね。よしよし、いいぞ。時間はかかるけどこれで倒すしかないもん。あれ出ない。よし、
あ、次行けますね。これ今危ないので止まってから行動するっていう仕組みなのかな、こいつ。あんまり移動しすぎると他のやつ来ちゃうので、そうですね、このいい感じのところでこう周りでやっていくという。いいいいいい、これでいこう。はい、はい、カモン、うん、離れすぎとかで撃ってくるので、それを意識して、あーっと危ねえ危ねえ、今欲張ってよかった、危ねえ。あと3匹、次多分この辺にいたはず。いたいたいた、ちょっと誘い込もう。あ、ブレス入ってるね。来たか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 、よし。ちょっと広いどこに行けばもうこっちのもんですね。あ、ここ狭いので危険だな。ちょっとこっちに移動しようか。こうだ、こうして、でスペシャル攻撃、よし、カモン。また集中力、はい。何ダメージぐらい与えてんのか見る余裕もね、結構減ってると思うんだけどね。はいはいはい、いいよいいよいいよ。撃ってこねえ、あんまり離れすぎるとね、今度は攻撃当たんなくなっちゃうからね、その辺の加減が難しいな。はい、うん、あと4回ぐらいですかね。まず準備して、よし、あ、アホだ、浮かしてる、あ、危ない、怖い、よしよし、てこい、よし。あー、次ですね、これね。今行くのは得策じゃない。あれ、あ、よし、止まったらブレス出してるときに思っていいのかな。いいぞ、あと2匹。場所が分かんない。でもどこにドイツがいる。あ、曲があるから分かんない。よし、こい、いいぞ、あと2匹。半分終わったって考えるとなんかちょっと楽になってきました、あのメンタル的に。この位置、あーなんでそっち行っちゃった。いや、しくった。もう一回か、どうしよう、同じ作業になるから。これ今2匹倒したとこからじゃあ再開しますか。はい、ではロードです。はい、ということで2匹倒したはいいんですが、多分残りの2匹同じように固まってると思うので、これちょっとやばいですね。どうしようかな。どこ行った、そして。ファークリンの亡骸が。あ、びっくりした。うわー、やっぱり同じ位置にいるか。やばいな。あ、でも1匹どっか行ったんじゃね、これ。これは勝てるかもしれない。ちょっといい感じに。あー、いるな、でも。あー、撃ってきてるね。ダメだね。うわー、逃げ場ね、やばい。あー、最悪。うわー、ここまで来てか。いやー、悔しいな。これ勝てるまでやりたいけど、ちょっともう一回2匹のとこまでやろうか。じゃあカット。はい、ということでまた2匹倒しましたのでやっていきましょう。お、近くにいる、どこだ。多分今回は、1匹1匹離れてると思われるので、さっきよりかはやりやすいと思うんですけども、敵の存在がねまだ確認できてないので、それがちょっと怖いですね。で、雑魚がまだ残ってる。あ、いた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 。そこいつ引きずり出してブレス誘って、攻撃していきましょう。こっちに誘った方がいいか、うん、下の方はもう誰もいないので、下に誘う形でやっていこう。よし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 。で、あのレッドドラゴン邪魔くせえな。まあ、後でいいや、こいつ。よし、こっからですね。こっから集中していこう。なかなか出してこない人。まあ、確実にね、やっていこう。時間かけて。じゃないと勝てそうにね。よし、逆に言うとその方法であれば勝てるっていう感じなので、まあ集中力ですよね、要は。よし、来た。はいはいはい、あと2回ぐらいですかね。 2、3回かな。来た、まあ、どれだけ多く当てられるかでその数も変わってきますよね。今ちょっと危なかったな。よし、おー、これ危ないんで次行きます。来た、あー逃げろ、危ねー、超怖え今の。欲張ったら終わりですね、これ。よし、あと1匹、よし、あと1匹ならもう広い真ん中で戦おう。やりづらすぎる、じゃないと。あ、準備しとこう。いや、勝ちたいな。よし、来い、どうだ、入って入って、よし、広い場所まで誘い込んで攻撃や。
いいかも。来た。よし。で、もう、マジ集中モードでいこう、これは。安牌でいこう、安牌で。時間かかっていいんだ。倒したらいいんだ、倒したら。よし。そう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 、いいぜ。いいです、来た。いやー、戦いやすすぎる、これは。ただ、集中力切らすとやばいから、集中していこう。よし。はいはいはい、いいよ。あと2、3回。ちょっと先に準備して。あー、ちょっとここ狭いから危ないな。よし、こっちから。カモン、プレスカモン。来いよ。よし、来た。よしよし、いけるいけるいける。これいけるぞ。もう一回、もう一回。もう一回、もう一回、もう一回、決めろ。よし、あれ？え、嘘、まだいる ?4 匹じゃないの？え？あ、いるね。どこだ？あ、いた、5匹か。こいつが最後みたいですね。ちょっとまた、怖いな。決めたいけどね、ここでね。あれ、僕これ準備できてるんだけど、どうやっけ。頭ごっちゃになっちゃってる、やばいな。あ、こっからか。よし。いいよ。カモンカモン。いいです、こい。よし。減る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 。めっちゃ減る。いいよ。怖い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 。よし、確実に大事な時だけコインしよう。資金というより量が知りませんってことで、勝ちはいいんだ、勝ちは。はい、他の人どうやって戦ってんの。僕の戦い方で合ってんのかな。イクサは他の実況とか見たことないんでね。よーし、大変。まあさすが最後って感じですかね。訓練所はとりあえずこれでクリアか。仲間たちも蘇って、防具、セインターも、そしてミスリル。で、ミスリルと。お、鍵かかってる。英雄と皇帝。これ、アバロンさんのあれじゃないですかね。装備じゃないですかね。そして、光の消し方。手に入れた。どうなんだろう、光。ラグナテイが光属性持ちであれば、これは、ね、奴ら倒すのに役に立つかもしれない。ということは、訓練所制したから、あとは、ラグナダーム、そして、リームシアンさん、トーマくんと、シルさん、で、ニエガミ、ね。あいつら、チーム戦、団体戦ですね。あれを、次回はやっていく流れですかね。いや、よかった。クリアできて、でも、集中力持ちましたね、なんとかね。で、あいつらとの戦いも、トーマくんの、ね、攻撃を食らってしまったら一撃で終わっちゃうので、まず、トーマくん以外の敵をなんとか倒すところからかな。うん。まあ、とりあえず、そうですね。次回はそういう流れでやっていきましょう。今回はね、ここまでにしたいなと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。辛い戦いでしたがね、なんとか一個のその、節目を迎えることができまして、次回は団体戦ね、奴らを倒すために、今度は頑張ってまいりましょう。それではね、今回のパートはここまでといたします。次回のパート108の方でお会いしましょう。それではその時まで、さよならです。バイ。